ご視聴ありがとうございます。ポスピックス Days Gone、 今回はこちら、炸裂ボルト。前回の動画の最後でご紹介しました炸裂ボルト、こちらを今回は使って製材所の大群を倒していきたいと思います。で、昨日の動画で一歩も動かず倒しますなんて言っちゃったもんなんで、結構ね時間かかっちゃいました、すいません。ではまずはですね、ちょっとこの炸裂ボルトどんな感じなのか見ていただきたいと思います。こんな感じですね、めっちゃ強いです。もう昨日のね、あの最後撃ってみた時点でこんな感じだろうっていうのは分かってました。まあ、強いですね。お、ちょっと待ってください、これフォーカス使うと連射力上がるんだね、めっちゃ強いですねこれ。これはちょっとかっこいち強いかもしれない、これかっこいち強い多分。そして昨日の動画でお伝えしました一歩も動かずに殲滅してやるってやつを、実際にできるのかっていうのをねちゃんと見ていきたいと思います。ちょっとね何も考えずに言ってしまいました、多分できんじゃないかなっていうね、あの憶測で物事言ってしまったんですけど、まあいい縛りになったなと。毎日投稿20日目ということでね、記念すべき20日目なんで何の記念かわかんないですけども、まあ、危なくなったらフォーカスを使うというのは間違いないですね。でこうはぐれてきたやつを動かずに倒すっていうのが多分おそらく一番難しいなと思います。ではですね、まあ倒すのは可能そうなので、まあ一歩も動かずにいかにしてやっていこうかなと思っております。でこの動画が上がる時間が遅ければ遅いほど、まあそれだけ時間がかかってしまったんだということですね。できる限り早く動画を上げたいと思います。あ、でもいけるな、いけますねこれね。特に今のところ懸念するところはないです。他のところから湧いてくるっていうのも今のところないんで、これは普通に順当にやっていけば、やっぱこのフォーカスの連射はすごい強いっすね。前回最強武器っていうのをあげましたけど、これが最強だな、これはおそらくこれが最強だと思います。最強はクロスボウだったんだな。クリアできました。それではですね、一歩も動かない縛りやっていきましょう。その前にこの屍見ていただきたいと思います。これは遠隔爆弾のみで大群を殲滅した時の様子とそっくりですね。それでは一歩も動かない縛りやっていこうと思います。これはもう左スティックは一切ノータッチで、右スティックのみで全てね、あの殲滅していけば一歩も動かない縛りということでね、達成できると思います。もう何度やったことでしょう。もう日付は変わっております。これは動画を上げる時間が何時になってしまうのか、その辺が気になってしょうがないです。毎日縛りなんて言ってんのに何をやってるんだと。もう何回やったのよこれ、どうしても動いちゃうんですよね。ただこれは多分見てる側からすればこれがクリアすぐできている、これはすごい簡単だってね思うと思います。そうなんです、これ簡単なんですよ。ええ、非常に簡単です。ただ時間めっちゃかかりましたっていうね、このね一歩も動かない縛りでね、フォーカス使わない方が意外と安定するっていうことに途中で気づきまして、こんな感じになってますね。はいはい、余裕では見事一歩も動かない縛りを達成できました。ですね、時間が今深夜3時ですかね。3時になっちゃったよ。で、ちょっと動画短いんで、おまけとしてね、コメントで、まあ、モッド、ダリルのモッドで、なんだっけ、ウッディコンできますかっていうのありましたんで、まあ、できますということですね。はい、ウッディの格好をした
ノーマンリーダースを見ていただきたいと思います。まあこんな感じですね。はい。でね、ちょっとね、もうさすがに寝ないと明日の仕事大変なことになってしまうんで、今日はね、まあ動画内容短いですけども、まあ、内容は濃かったなと個人的に思ってます。はい、ポスビックの中では内容は濃かったです。はい。ではですね、ちょっとこのまま製材所まで向かって、このウッディコンでねお別れしたいと思います。で、今日で、連続毎日投稿20日目終了しました。残り13かな、31までありましたっけ。じゃあ14日か、正月三が日までは毎日投稿しようと思ってますんで、もしかしたらね、その三が日超えてもなんかこれ継続できんじゃねっつってね、なんか毎日やっちゃったりなんかしちゃったりするかもしれませんけども、ぜひともボスブックをよろしくお願いします。それではどうしよっか、このままちょっと製材所突っ込んでいきましょう。うん、ウッディコンですね。で、ちょっとギミック使ってみましょうか。じゃあここね、ちょっとゲージを表示しといてと。はい、溜めて溜めてブンと。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。動画最後までご視聴本当にありがとうございました。コメントの返信遅くなってしまっている方も多いんですけども、本当にコメントをいつもありがとうございます。それではですね、本日は最後までご視聴本当にありがとうございました。ボスビックでした。さよなら。Said you feel the same, but I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me how